どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回はアリストテレスの考える国という概念について考えていきました。簡単に振り返ると、人間は共同体を作らなければならないというか、作ってしまう動物で、生活する上で何らかの共同体を作って生活しています。そして、共同体を構成する人は、善を行う目的で生まれているので、その人たちの集合体である共同体も、善を目指すために作られています。ただ、人間がそれぞれ持っている善は、それぞれの価値観によってばらつきがあるので、それぞれの善の価値観を持って話し合い、すり合わせていかなければなりません。そうして生まれた善は、その団体のあらゆる善を含んでいます。家族の善よりも村の善の方がより良いものですし、村の善よりも国の善の方がより良い善ということですね。つまり、共同体の最高段階である国家の善は、その中でも最も良い善ということになるんですね。その善を実行していくのが国家の運営ということになります。ただ、これだけを見ると、アリストテレスは、国家は皆で善を主張し合って決めていくという、国民主権で運営していくというイメージのように思えるんですけども、実際には若干違うんですね。というのも、アリストテレスは、奴隷と主人を明確に分けていて、奴隷に対しては政治の参加を認めていなかったからなんですね。つまり、知的階層と労働だけを行う労働階層に分けていたということですね。労働者と市民をきっちり分けて、政治や裁判に関係することができるのは市民だけって主張しているので、結果的に国のシステムに関われるのは、国全体の構成員のごく一部っていうことになるんですね。では、奴隷と市民をどのように分けていたかというと、理屈としては頭の良さで、まあ、実際には生まれによって決めているんですね。もう少し説明すると、奴隷というのは生まれついての癒しさによって奴隷となる。そして逆に、生まれの良いものは、奴隷を支配する権利があるって言ってるんですね。この意味はそのままで、生まれた時点で奴隷と市民は決定しているってことなんですけれども、ではなぜ生まれによって決まっているのかというと、アリストテレスは、この世のあらゆるものはすべて目的を持って生まれているからとしてるんですね。奴隷には、主人からの命令を理解して行動する程度の知能はあるけれども、自分で考える能力はない。また、体も労働するように頑丈にできているので、奴隷は奴隷として主人に使える目的で生まれてきているとするんですね。これは簡単に言うと、頭の良さでカテゴリー分けをしていくっていうことになるんです。アリストテレスは、あらゆるものは目的があって生まれてきているって信じてるんです。これは人間だけではなくて動物も同様で、理性を持たないとした動物は当然人間よりも下等な動物っていう位置づけをしていましたし、動物の中でもしつけをして人間の命令を聞く能力のある動物は家畜として獣よりはマシって考えるんですね。なので、農耕の手伝いをする牛も、その他の雑用する奴隷も、共に生命のある道具として扱ってましたし、知識を持っている者が所有する、奴隷を所有するっていうことが当然って考えるんですね。これは結構レイシスト的な考え方で、現代では考え方自体を受け付けない人も増えてきていると思うんですけども、この考えっていうのは時代を超えて最近まで影響を与えてましたし、現在も一部の人が影響を受けてたりするんですね。例えば、数年前に
日本で行われているイルカ漁が活動家の人たちに目をつけられて反対のメッセージを込めた映画っていうのが作られましたよね。あの映画の主演女優が来日したことがあるんですけども、その際に日本のインタビュアーが、牛や豚は殺して食べていいのになぜイルカはダメなんですかっていう質問をその女優に投げかけたんですね。その時にその女優は、牛や豚は神様が家畜としてこの世にもたらしたものなので、イルカと同列に並べることはおかしいっていう反論をしてるんです。で、イルカと同じように反対運動が起こってるクジラも同じですよね。つい最近まではクジラっていうのは知能が高いから取ってはダメで、魚類は頭が悪いから食べてもいいっていう感じでしたよね。これは言い換えると、豚や牛っていうのは人間に食べられる目的で家畜として生まれてきたんだから食べても大丈夫。でも、クジラやイルカが生まれてきた目的っていうのは別だし、頭も良いから守るべきってことですよね。これはアリストテレスが主張した、生まれながらにして家畜と奴隷が決まっている頭の良いものが上に立つべきっていう主張と同じ構造になってるんですね。まあ、これは私の偏見も入ってるとは思うんですけども、こういう主張をする人たちって、まあ、キリスト教圏の人が多いイメージなんですけども、ではなぜこういう主張になってしまうのかというと、アリストテレスの主張というのは、アリストテレスの死後1000年ぐらい経ってから、キリスト教に形を変えた形で取り込まれて、教義であったりとか、キリスト教の世界観っていうのをより強化するために利用されることになるんですね。このことに関しては別の機会にもっと詳しく話す予定なので、今回は省略することになるんですけども、こうした観点から見ると、まあ、当時っていうか、まあ今でもですけども、隣人愛っていうのをキリスト教は訴えてますよね。博愛精神のキリスト教がなぜ黒人奴隷を肯定していたかっていうのがわかりますよね。奴隷っていうのは人間じゃなくて生きている道具として認識されてたからなんですね。人としての目的では生まれてきてないってことなんですよ。人類としてはカウントしてなかったんですね。道具であり、商品であり、所有物っていう目的を持って生まれてきたってされてたからなんですね。また、奴隷狩りなどを行って、積極的に黒人奴隷を集めていた時代っていうのは、時代的にも科学などが結構発達してきてた時代なので、科学的なアプローチなどによって奴隷を肯定しようってする動きもあったようなんですね。まあ、他には言語とか言葉ですよね。これらを使った刷り込みとかイメージ、の誘導による印象操作なども行ってたんですね。なぜこのような印象操作が必要だったのかというと、まあ、先ほども言いましたけども、キリスト教っていうのは隣人愛を訴えてる宗教ですよね。で、そのために、キリスト教を信仰してる人の中には、人間が人間を支配するのはおかしいって考える人も当然たくさんいるわけですよ。天国に行くために欲望に負けずに清く正しく生きていこうって思ってる人もさ、たくさんいるんですね。で、そういう人たちは人間同士で上下関係を作って辛い労働を強いるっていうね、黒人にだけ辛い労働を強いて自分たちは楽をするっていう行動に当然のように抵抗を持つわけで、奴隷制にも疑問を持つわけですよ。またそのような人たちっていうのは少数じゃなくて結構な数いるわけですね。このような疑問を持つ人たちを半ば強引に納得させようと思うと、根拠っていうのが必要になってくるんでしょうね。その根拠づくりのために科学とか言語、言葉ですね、とかイメージを使った一種の洗脳のようなことを行うんですね。現在でもそうですけども、人間は一見信用できなさそうなことであったとしても、科学的根拠なんてものを出されて説明されると、
納得してしまいがちですよね。それがたとえとんでも科学だったとしても、それっぽいことを匂わせるだけで信じてしまったりすることも結構あるじゃないですか。例えば、水に対してポジティブなことを話しかけると美味しくなって、バカといった感じのネガティブな言葉を話しかけるとまずくなったり汚れるなんて話を信じてしまう人たちって一定数いますよね。冷静になって考えると、人間が発する言葉っていうのは人間が考えて生み出した言葉なので、水に理解できるはずもないですよね。まあ、人間って他の動物である犬とか猫の鳴き声を聞くだけで理解できないじゃないですか。それと同じように水という、まあ、生物ですらないものに理解ってしにくいですよね。また水に意識があるかどうかも怪しいですし、仮に意識があって人間の言葉が理解できたとして水自体に言葉を聞いて変化する能力があるかどうかも怪しいですよね。で、この話を肯定するために言葉ではなくイメージが伝わってるっていう言い訳をすると、まあ、科学ではなくて一気にオカルト臭くなりますよね。もう言葉もいらないですよね。そのイメージによって変わるんであれば、その言葉っていう前提も崩れてきてますし、で、言葉そのものではなくて、言葉っていうのは振動なので、一定の振動数を水に与えれば水は変化するんですよっていう科学寄りの話をすると、水を良い方向に変化させる振動数っていうのは、人間にとっては罵声になるかもしれないですよね。バカっていうのが水にとっていい振動数かもしれないですよね。だからもうこの話の前提が崩れてしまいますよね。もう言葉とかイメージとかどうでもよくて振動数になると、そのいいイメージ、悪いイメージの言葉っていう関係性も怪しくなってくるのでね。で、このように冷静になって考えると、まあ、とんでも科学ってことが分かってきますよね。でも、科学っぽいことを出されると思考停止をして信じてしまう人たちって意外と多いですよね。で、こういう感じの心理を利用するんですね。具体的な例を何個か挙げてみると、例えば IQ テストっていう知能を測るテストがありますけれども、テスト内容自体を人間が作る以上、結果を操作することってのが可能なんですね。もう少し説明すると、白人の作った文化と社会に囲まれた、そういう環境で暮らしていると高得点が取りやすくて、黒人の文化の中で暮らしていると点数が取りにくいっていうテスト内容にするんですね。人間の認識とか常識っていうのは、育った環境によって変わってきますよね。例えば、牛の糞で家を作る人たちにとっては、牛の糞っていうのは大切な資源じゃないですか。で、これを利用しない人間っていうか、これを利用しない文化で住んでる人たちにとっては、牛の糞っていうのはただの汚物でしかないですよね。で、これはどちらかが優れていて、もう片方が劣っているっていうことではなくて、育った環境や文化の違いによって起こる、単なる認識の違いでしかないんですけれども、こういった認識の差を利用してテスト問題を作ることで点数を操作することができるんですね。つまり白人文化に慣れ親しんでいて、それが常識とか考える基本になっている人には正解を出しやすいけれども、白人文化と距離が離れている人には点数が取りにくい問題っていうのを作って出すことで点数に偏りをつけるんですね。そして、まあ、当然テスト結果が出ると白人の方が点数が高いことになるわけじゃないですか。で、白人の方が IQ が高いってことを証明できれば、科学的に黒人は劣っているっていう烙印を押せることになるわけで、で、さっきの理屈と同じですよね。頭の悪い人は頭の良い人に指示を仰いで道具として生きていけばいいっていう理論に変えていくんですね。他には、
人種ごとの骨格の違いなどを利用するとかですね。黒人と白人と黄色人種とでは、頭蓋骨の形など特徴が違いますよね。その特徴を利用して頭のサイズの測り方っていうのを考案するんですね。白人の頭の方が大きくて、黒人の頭が小さいような結果が出るような測り方っていうのを考えるんですよ。だから人間の頭っていうのは完全な球体じゃないので、出っ張ってるところとか凹んでるところっていうのがありますよね。そこで、そのサイズのどの場所を測るのかっていうのを調整することで、頭が大きいような結果が出たり、頭が小さいような結果が出るような測り方っていうのができるようになるわけですよ。で、その測り方っていうのを考案した後で、黒人と白人の頭をそれぞれその測り方で測っていくんですね。で、そのデータを取って、最終的に統計として、白人の方が頭が大きいっていうことを提示するんですね。で、なんでそういうことをするのかっていうと、頭の大きい方が当然脳みそも大きいですよねっていう、まあ、ここで理論の飛躍をするんですよ。で、白人の方が頭が大きいから当然脳みそも大きいし、だから白人の方が賢いですよねっていう風な結論に持っていくんですね。で、あとはまあさっきと同じで、その疑似科学的な結果を利用して、黒人を生きてる道具として使うように持っていくんですね。だからよく日本人は褒め言葉として顔が小さいねって言うけれども、外国の人の中には顔が小さいって言うと気分を悪くする人もいるから、言わない方がいいって話がありますよね。まあそれはこういう背景知ってると理解しやすいと思います。他にもっと強力なのは、イメージや言語などを使った刷り込みでしょうね。例えば、天使っていうのを思い浮かべてみてもらえますか？イメージとして白じゃないですかね。逆に悪魔っていうのを思い浮かべると黒っぽいイメージが呼び起こされないですか？もっと単純に白と黒のイメージっていうのを比べてみてください。白って清潔感とか純粋無垢といったプラスのイメージが呼び起こされる一方で、黒って暗いとか負のイメージを抱きがちですよね。まあ、このイメージに関しては最近になって、まあ、黒人の人たちが頑張ってブラックイズビューティフルっていうのを掲げて、そのイメージを良い方向にしようと運動したおかげで、まあ、黒っていうのにもかっこいいイメージっていうのが徐々に定着してきてはいるんですけれども、まあ、イメージそのものにもその性のイメージと負のイメージっていうのがあるって話ですよね。で、これは言葉もそうで、例えば企業っていう言葉の前にブラックとかホワイトとかをつけてみましょうよ。で、ブラックをつけてブラック企業にすると辛そうなイメージっていうのが連想される一方で、ホワイト企業は福利厚生がしてそうな、しっかりしてそうなイメージって受けますよね。もっとわかりやすい例で言うと、有罪か無罪かっていうのを白か黒かって表現しますよね。まあそのブラックとかホワイトって他にもな、ブラックジョークとかもあるじゃないですか。で、言葉自体もその外国との交流が広がってからは日本にもそういうイメージで入ってきてたりするんで、まあ、日本だからキリスト教が関係ないっていうことでもないんですね、これっていうのは。まあ、外国の方と交流すると日本もその影響を受けてその言葉を取り入れますし、で、そういうので元の日本語っていうのも変化してきて影響を受けてっていうのもあるんで、で、言葉っていうのはイメージっていうのを他人に伝えるもので、イメージは感覚として直結してるんですけども、そのレベルで差別的なプラスとかマイナスのイメージっていうのを刷り込むことで、自然と差別が行われるような状態に持っていってるんですね。で、ちょっとアリストテレスとキリスト教批判が過ぎた感じになってるので、
一応用語もしておくと、別に古代ギリシャ人やキリスト教徒だけが差別をしているっていうわけでもないんですけどね。日本も士農工商を得た否認っていうような身分制度もありましたし、今でも収入や学歴っていった別の形で差別してますよね。で、インドでも今でもカースト制っていうのを引いて差別してるじゃないですか。で、欧米だけでなく、日本でもつい最近まで女性の選挙権ってなかったですし、システムとしての差別っていうのはどこの国でもあったし、まあ今でもあるんですけどもね。ただその人種差別ですよね。その中でも黒人差別っていうのが今でもなくならない原因ってなったのは、このアリストテレスっていう偉人が、まあ、それなりの理論で奴隷制度を強化してしまって、で、その後ですね、その理論をさらに湾曲させるような形で数百年もかけて宗教の教義として人々の間に常識として刷り込んでしまって、で、最終的にはさっき挙げたような科学ですよね。といっても根拠のない疑似科学がほとんどなんですけども、それでこれらのことを補強してしまったことが現在でも人種差別が長引いてる原因じゃないのかなって思ったりもしますよね。で、今回はちょっと差別の話で時間をかなり取ってしまったんですけれども、ではなぜアリストテレスは生まれながらにしてですよね、もうすべてのことは目的を持って生まれてきたっていうふうに最初に言ったと思うんですけども、なぜそのように考えたのかについて考えていこうと思うんですけれども、今回はまあ時間がなくなってきたので、それはまた次回にしようと思います。それでは皆さん、さようなら。